ドルトムントは新田とタイガー・ボランの連携シュートによりカタルーニャから先制点を奪う。なおも追撃の手は緩むことなく、若き司令塔ミハイル・クロースを起点としたドルトムントの厳しい攻撃が続く。相手はカタルーニャ、同じではそうそう通じないだろう。だったら次は、ドルトムントは先ほどよりも短くテンポの速いパスをつないで徐々にカタルーニャゴールへ迫っていく。エンジンがかかってきたか。スピーディーな展開、高速なパス回しに翻弄されるカタルーニャ、守備が後手に回っているぞ。これはただ速いだけのパス回しじゃない。タイガーボランからボールを受けたクロース、カタルーニャのディフェンスを引きつけすぐさまパス。クロースを中心に巧みなパスと位置取りで俺たちのポジションを誘導している。これは気がついたか、大空翼。カタルーニャも得意とする戦術、敵たか。攻撃的なパスサッカーで揺さぶりをかけるつもりか。早い、絶妙なポゼッションとショートパスでカタルーニャのディフェンスを攻め立てる。ここでハートランドにボールが渡る。力強いドリブル突破でゴール前に詰めていくぞ。強靭なフィジカルでパジャルをものともせず振り切った。ゴール！ 2-0、 ドルトムントがカタルーニャ相手に2得点を決めた。超満員のスタジアム、ドルトムントの猛攻に大きな盛り上がりを見せています。まだまだこれからだ。カタルーニャ相手にセーフティーリードなんてないからな。敵地で2点を失ったカタルーニャ、その後もドルトムントのペースで試合は進んでいく。ドルトムントの攻勢は絶え間なく続き、カタルーニャは苦しい点差を抱えながらも反撃のきっかけをつかめずにいた。ファンサード、そうか。俺から言えることは、判断するなら早めがいいってことだけだ。翼、今はお前がチームのキャプテンだ。この逆境乗り越えてみせろ。ドルトムントの勢いの源、司令塔はクロースだ。起点となっている彼を止めるしかない。フィールド中央、クロースのボールを奪おうと翼が動いた。大空翼、仕掛けてくる。噂通りの男か、試させてもらうぜ。クロースがフェイントを織り交ぜ翼を抜きにかかる。しかし翼も懸命にその動きに対応している。速い。でもこれはパスを中心とした試合展開から一転、クロースと翼の1対1の攻防が続く。目まぐるしいボールの奪い合いだ。楽しくなってきたぜ、大空翼。見せてみろ、お前のサッカーを。俺との勝負を楽しんでいる？このチャンピオンズリーグの舞台でなんて強気で大胆だ。でもこの試合を楽しんでいるのは
俺だって一緒さ。さすがスペインリーグ MVP の男、一筋縄じゃいかないか。でもな、クロースが消えた。なんとここでクロース、極端な停止性から一気に加速、翼を置き去りにして中央突破。賞賛があるから挑んだ勝負だ。サイドから駆け上がったタイガー・ボランへのパス、ボールはすぐさまワンタッチでクロースの元へ。若き司令塔はここからどう動くのか。いくぜ。おっと、クロースが自らシュートかと思いきや、ボールを浮かせさらにハートランドへパスをつなぐ。クロースからボールを受けたハートランド、強烈なシュートを放った。ゴンザレス、体を張ったブロックでシュートを阻止。しかしこぼれ球に新田が飛び込む。怒涛の攻めが終わらない。このボールを新田は横に流す。ボールはゴール前に詰めているタイガー・ボランへ。決まった。渾身のライジューシュートでドルトムント3点目。初勝利を願うサポーターに包まれたスタジアム、笛の音がかき消されるほどの大歓声です。ようやくか。あんたにしては珍しく判断が遅かったな。あまり俺に気を使うな、ファンサール。すごい選手だ。君みたいな選手と戦えるなんて、チャンピオンズリーグはやっぱり最高だ。でも俺たちは負けるわけにはいかない。後半戦で必ず逆転してみせる。ドルトムントのクロースか。なかなか面白い若手だな。前半で3失点は痛いな、翼。そうですね。でもまだ試合はこれからです、ヒバウルさん。ああ、その通りだ。まずは相手の司令塔ミハイル・クロースを俺が潰す。え？まあ見てろ。カタルーニャは後半選手を交代し、エースリバウルを投入してきました。カタルーニャの絶対的エースリバウル、ついに切り札を出してきたわけか。面白い。どんな相手だろうと蹴散らすだけだ。うるせえ外野だ。でも見てろ、俺のプレーで黙らせてやる。